皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もかげろうシャドウコニドー遊んでいきましょう。さあ前回ですね、無事にファーストステージを突破したところで、今日もね次のステージに向かっていきましょう。これかな、日暮らしの回廊ですね。ここはまだクリアしてないで、挑戦者鏡に触れた瞬間、辺りは暗闇に包まれた。気づくとそこはさっきまで私がいた路地ではなく、どこまでも暗闇が支配する複雑に入り組んだ回廊だった。ここから出なければ。無邪気な冒険心が吹き飛び、不安と焦燥感が胸を締め付けた。ですね、これ、どここれ、ちょっと待ってね。どこ、前回、しばしお待ちを。状況整理。あ、前回これ抜けたのか。いや、というわけでもない。どうなってるこれどうなってる。まあ、行ってみようか。多分続きだと思う。で、何ここにアーカイブあるの、もしかして。アーカイブ。さっき書いてあったもんね。こけし、ここにもあんのか。で、新聞。記録。今こういう感じ。と、ヒント。これ暗録されてる。神楽鈴の徘徊者。神楽鈴の徘徊者はとても厄介な徘徊者です。走る足音を聞かれてしまうと、音がした場所まで確認しに来ます。鈴の音が聞こえたら考えなしに走るのは危険だと心得ましょう。でもどっちにしろこれ来るもの多分。まあ、とりあえず、明かりを灯して、で、鏡。待ってね。取る。取る。よし。で、さらに手鏡ですね。これ何？手鏡。不思議な手鏡。使用すると瞬時にどっかへと転移することができる。鏡は映されたものだけをあらわにし、隠された世界の不確実性は境界の向こう側に無限に広がる。不確実性は可能性となり、あらゆる距離をも飛び越える。手鏡。ただこれ使ってしまうと多分なくなるのかな。で、これがセーブ？というわけでもない。ですね。手鏡。どっかに飛び越える。まあ一旦保留にしようか。それか使ってみるべきか。で、調べる。メモですね。君の身に何が起こったか理解できず混乱していると思うが、どうか私の言うことを信じてほしい。奴らに見つかる前に今すぐにそこから移動するんだ。もし見つかってしまえば君の命はないだろう。ここからさらに奥に進むためには、勾玉を集めて祭壇に収める必要がある。勾玉は鍵のかかった部屋や、鳴き声の主の近くに置いてある可能性が高い。そしてコンパスを探すんだ。コンパスの針が刺す方向に祭壇がある。私はこの回廊の奥で君を待っている。私たちはこの世界から出るためにも君の協力が必要だ。君と生きて会えることを願っている。K。これ他にもこういう人いるのかな、もしかして。自分みたいな人で、勾玉。あと爆竹がですね、リセットされてる。前回4つ持ってたのに。どこにあったの、おじいちゃん。さて、で、コンパスと勾玉ね。見つけるべきは。で、これマップないのかな。よし。ここらへんな。出てきそう。あと、奴らね、敵。一人じゃない。これは、よし、隠れる。なるほどね。こういったことができるんだ。なんかこれもすごいフリーゲームっぽいね。いい意味で。一瞬でこう、パッていく。あとマップか。マップ欲しいな。これさすがにわからんて。あ、待ってね。これは絶対来るやつ。なので、こういって隠れるしかない。どう？来ませんかね。いや、いるな。しばしお待ちを。あ、来てる。そこにいるのか。で、行ったね。よし。あ。どこ行った？これね、足音が、よくわからん。距離感というか。なにこれ、普通に、これでもうバレんの？もしかして。歩いたら。いや、そんなことないよね。セーフ。あと、明かりな。これもよくわからん。敵はどれぐらい感知するのか。明かりよ。なに。突然すぎんだろう。急に出すな。徘徊者は視覚、聴覚を駆使してあなたを探します。で、まず視覚。ライターや懐中電灯を点灯していると見つかりやすくなりますが、回廊に設置してある食台の光は関係ないので、どんどん点灯して明かりを確保しましょう。常に隠れるところを意識し、いざという時はしゃがんで物陰に隠れましょう。これなんて言うんだろう、行理かな、行理かな。竹で編まれたカゴ、中に隠れるのが最も安全ですが、その際は必ず手元の明かりを消しておきましょう。了解です。で、聴覚。しゃがみ歩く走るの順に足音は大きくなっていきます。どの程度の足音に反応するかは徘徊者の種類ごとに特徴がありますが、歩く程度の足音なら比較的安全です。もし歩く足音に反応する徘徊者が近くにいる場合は、しゃがんで音を立てずに進みましょう。あなたは非力な存在です。徘徊者に挑もうなどとは決して考えてはいけません。まあ、触れた瞬間死ぬしな。なるほどね、食台ね。食台をひたすらに灯していく芸ですね。食台芸だ。よし。やっぱ食台かな。で、部屋あって。ちょっと待ってね。まず、外側から行く。ここに再び、扉。扉か。じゃあ、潰しとくか。これ、基本歩いた方がいい。何？おえー、ちょっと、なんすかこれ。どうすんのこれ。なんでこいつは。こいつなんすかこれ。あ、これで爆竹なのか多分。だと思うんだけど、いや、こうか。あ、まずい。なんかバチコン言ったよ。なんだ？何くんのあ、これ他にもいるのかなもしかして。よし。で、爆竹。さらに取って、爆竹部屋ね。あ、なんか走ってんな。あっちの方なのか。よし。一旦閉める。で、手鏡。これちょっと使ってみようか。これどうなるか。多分スタートに戻るのかな。どう？押した瞬間にここに来た。どここれ。で、さらに、手鏡。よしと、鍵取って、鍵もらえんの？もらっちゃっていいの？よし。なんか結果的にプラスになるというね。よくわからん事態。セーブじゃないんだ、あれ。最初に戻るとかっていう、あれではない。アイテム。これないね。さて。で、ここを開けてからの、ここどこだ？マップってこれないもんね。今のとこね。あ、足音か。いや、違うのかな？だからすごい走ってるくさいんだよな。音からして。一旦これ閉めますね。で、明かり灯して。あ、まずい、正面だ。大丈夫。よし。そこまで追ってこない。ただそっちにいんだよな。ビビって走ると逆にまずいやつね。そっちにいる。これ死んだらどっから？これは？これ開かない。あ、明かり灯す。よし。そっち側に灯して。あ、これか。これが開くんだ。さて、ここは何だい？倉庫。なんかあんだろう、なんかあんだろう。あ、あれ虫なんだ。寄るとそうまずいんだよな。で、こう来て、そう、で、こう来て、で、閉める。いや、こいつ厄介だな。なんだこれ。こういうゲームじゃねえだろ。よし。ライフもう半分。あの虫見つかったらやっぱ一旦ダッシュかな。他にアイテムないね。これ灯して。いや、ここ広い。マガタマ5個。近いな。一旦消す。ああ、そこにいる、そこにいる。いやー、今の無理だろう。でなに次。最初からもしかして。マガタマ1つ使って蘇生する。もしくは最初から。あ、これ完全リスタート。これはむずいぞ。構造がわからん。あ、こっからなんだ。さて、完全に最初から。あ、ですね。いやー、これむずいな。となると、これ緊急回避ね。鏡。コンパス。どっかないかな、コンパス。で、これもしかして中間セーブない?このステージ。いや、どっかであるはず。と信じたい。あ、で、これ、あれか。構造変わってる。いやー、これ鬼畜だな。よし、なんかあるぞ。なんだこれ。何?光石。新アイテム。光石。青色に発光する不思議な石。暗闇での目印として使える。設置した光石は再度拾うことができる。回廊を徘徊する者たちは、この石が発する特殊な光を認識することができないため、緊急時の光源としても使える。よし、これはありがたい。光石。あんまダクソとかでね、使わないもんな。で、隠れていける。よし。で、それと、こっち側。これは懐中電灯。よし。急に手に入ったな。しかし。ただ、爆竹は全然ない。で、懐中電灯。乾電池式の懐中電灯、光量は電池残量に依存する。強い光で遠くまで照らせるが直線的で範囲は狭い。辺りの様子と比べるといささか近代的な代物である。外から持ち込まれたもののようだが、持ち主はどこに行ったのだろうか。懐中電灯。で、これ、ショートカットがあったはず。今のかな?よし、これで。あ、こうなるんだ。で、電池残量。これね、どうしようかな。電池残量。まあ、とりあえずやっぱこっちかな。で、再び目もあって。ですね。これは全く一緒。まずコンパス。いや、これ結構むずいぞ。一瞬で捕まったらもう終わりっしょ。で、さらに灯し。まあ、どうせ死ぬんだったらっていうあれで、懐中電灯か。これ使うのはいいかもね。で、これをよし、灯して。ここね、そう、間取りがね、明らかにこう、自動生成なんで、普通の感じじゃないんだよな。これやっぱコンティニュー前提かな。よし。で、何?パッシブアイテム。なんだこれ。パッシブアイテムは所持しているだけで効果を発揮します。様々な効果がありますが、中にはデメリットがあるものも存在します。で、1個しか持つことができません。これなんだろう?アイテムを置く。ねじり鉢巻き。これですね。2色の紐をねじり、額に巻くタイプの鉢巻き。スタミナを使い果たすと体力を消耗して走り続けることができる。額の汗が目に入らないようにという実用的効果。気合を入れて集中力を高めるという精神的効果。両方の効果で普段以上の力が出せる。まあ、とりあえず持っとこう。もらえるもん。あ、で、また懐中電灯あんの ?2 個目なんだけど、多分バッテリーか。で、こけし、よし、こけし。これ取って、これ死んだ方が良かったね。で、保存中。あれは保存かかるんだ。いや、そう、こういう間取りなんだよな。めちゃくちゃなんだよな。もう、で、隠れる場所。あとこれ、すみません、ちょっとね、光源がすごい。で、何これ何飲む。赤い液体の小瓶。なんだこれ。赤い液体の小瓶。ノズル赤い液体が入った小瓶。飲むとその量に応じて体力が回復する。得体の知らない液体だが爽やかな酸味があり、体の奥から生命力が湧き上がってくるのを感じる。まあ多分アセロラジュースとかね、そういったもんでしょう。で、まがたまないね。鳴き声の近く。さあ、どっち行くか。こっちなのか。一旦ダッシュ。ああ、で、これ揺れるんだ。よし。明かり灯して。で、ここに鍵。鍵か。あいつどっち方向にいるんだろう。あ、まずい。これまずいやつ。バーッと逃げる。いやー、わー、これまずい、これまずい。いったか、これ。あ、しました。今の走ったらまずかった。くー、これむずいな。またリスタート。今の走ってしまったのが良くなかったね。すいません。歩いてかわそう。さて、これそうね。どうしようかな。まず手鏡。まずやっぱりそうね。まがたま。最低でも2、3個ないとこれ話になるわ。コンティニューはできない。で、さらに使い切ってしまうとリスタートするしかない。そこはちょっときついね。強制リスタート。あとやっぱアイテムかな。序盤に強アイテムいっぱい欲しい。できればよし。まがたままず3つぐらい。あと中間セーブね。中間セーブこれあんのかな。ここなんだこれ。無駄な部屋。全くの無駄な部屋。そっち、なんかそっち怪しいね。よし。さあ、明かり灯して。アイテムないかな。補助アイテム。なんもね。ゴミタンス。さあ、どこに行く。これ広いぞ。あ、ね、取り逃した時は結構きついこれ。あと鍵。また戻っていかないといけない。あ、近いのか、そっちか。よし。あっちはちょっと放置。ここ割と明るいね。西日が差してる。ね、明かりをつけて、あと隠れる場所。これ多分無理だもんね。見つかったらもうワンパンか。触れた瞬間に KO。よし。さあ、懐中電灯。これ取り。で、じわりといく。そっち、こっちもなんか広いんだよね。よし、これが開く。まがたまありませんね。うん。で、さらにこけし。あ、そう。まだあるんだ。で、爆竹と。よし。で、鍵取って。さっきあったな。鍵の部屋。あれ行ってみようか。そっちだ。ここでこれ走るとまずいのかな。大丈夫。そこの正面かな。そこにある。できれば3つぐらい持って死にたい。よし。で、よし。多分あれがマガタマだと思う。多分。どうだ。そうなんだろう。よし。で、保存中です。よしよし。ようやく1個。5分の1、マジか。で、死んだら使ってしまう。やっぱ死ぬんだったら最低の3つかな。3つぐらい欲しい。あと祭壇ね。あ、待って、正面なんか消えたな。あれ？あくねが消えた。何？何今の？なんでもない。こっち。で、見つかったらこのワープか。瞬時ワープする。これも鍵？あ、じゃないんだ。さてさて、アイテムござらんか。鉢巻きね。自分ね、前に100均に行ったんですよ。友人と一緒に。その帰り道にその買ったものを確認してたらね、買った覚えがない紅白鉢巻きがね、2本入ってたんだよね。あれ、未だに謎。鉢巻き。誰も気がつかなくて。こっちこれ鍵なんだ。あ、そう。さて、次は？いや、でもこれマップは固定にしてもらいたいな。できれば。なになになに、あー、雑なんだよね。演出はしかもびっくりするし。なんなん。敵来んなよ。これ何？厚手の長靴。はい。これなんすか？丈夫な厚手の長靴。水場でも通常の速度で移動できるようになる。また足元のダメージから身を守ることができる。濡れた足場でも滑りにくく、寒さや害虫などから足を保護する。ありがとう。これはいいアイテム。パッシブアイテム。あ！まずいな。ちょっと待ってね。一応ミラー。なんかね、走ったやついいんだよな。どっち行った？どっか行ったな。よし。どっから来てどこに行ったのかわからん。人はどっから来てどこに行くのか。で、さらに、ゴミタンス。はい、ゴミタンス。こっち。ゴミタンスにセンペリカ。ゴミタンス。いや、これ5個とか持って死にたくねえな。まずい。あ、まずい。どっから来てる？あ、近いな。どっちだ？いざとなったらミラー。あ、そこにいる。待ってね、こっち行く。こっち来んなよ。こっち来んなよ。よし、あっち行った。いやー、ただそっちまで探索してないんだよな。まあ、こっち行こうか。くっそー。避けるしかない。で、こっち。いざとなったらミラーマンする。ここも部屋が多いどん。だってこれどう帰ってくの？で、ライフアップ。回復ね、ライフアップっていうか。ただそれをストックしとこうっていう知能はない。この子には。待ってね。なんか音がする。ほら。あ、これか、鳴き声。よし。で、さらに鍵取った。よし。ここにこれ鍵あんの？で、爆竹。つまりこれ全部あれか、開けるしかないか。と、カメラ。古いカメラ。待ってね。と、懐中電灯。よし。さあ、古いカメラ。新アイテム。フラッシュバルブ式の古いカメラ。フィルムが入っていないため撮影はできないが、フラッシュを焚いて目くらましに使える。使用するために電球を交換する必要があるため、短い間隔での連続使用はできない。対象が近ければ近いほど目くらまし効果が大きくなる。これもまたなんか癖のあるやつね。目くらまし。ただミスると即死になる。嫌だな。あ、待って待って待って。あそこに人いるんだけど。目くらまし。どうだで、その隙に、こんなのこれ無理じゃないだって。で、こいつどうすんのこれ。あ、体力回復。で、そこに、そこになんかある、そこになんかある。これ何？コンパスじゃないの？これ何？あれか。あれだ。これ待って、ミラーマン。よし。危なかった、今のあれ。さっきのあれか。目印の。よーし。で、またなんか変なアイテムある。あ、これコンパスだ。よーし。なぜここにあるコンパス。こんなとこでいいのか、コンパス。コンパス。その針は甘く光り、進むべき方向を指し示す。回廊に満ちる魂の力は流れるままに針を動かす。ありがとう。で、勾玉へと2個になったね。よーし。これで死んでも OK ね。で、こっちは開閉できる。あとね、そこに、あれだ。鍵扉。これ開けていけるよ。OK です。さて、で、勾玉。おーしだよね。すげえ。一気に集まった。よーし。で、コンパスの使い方がわからん。そっちらしい。そっち。まあ、とりあえず行こうか。残り2つ。ただな、これ連続で死ぬとあっという間に持ってかれるね。あと爆竹か。あれうまく使えと。残り2個。ただまあ見つかった後はもう無意味か。明かり灯して、そっち。暗い。こっちも暗い。これは鍵じゃない。これさっき来たっけ？いや、来てないか。勾玉ちゃんや。どこだい？探しに来たよ、お父さんが。これいらねえんだよな。体力回復。で、これ何？あれか。目印の。よし。これちょっとばらまこうか。目印。こういう感じ。ただ、なんか、はい、狭くね。あとね、これアイテムと見間違えそう。待って。音がする。隠れる。いやー。こっち来んなよ、こっち来んなよ。あ、おお。なんだろう。あっち行ったな。何が徘徊してんのか。あ、でもまだ近い。あ、近いな。多分扉ぶち破ってんだ。よし、あっち行った。なんだろうな、怖えな。得体が知らない。あ、待って。音がする。こっち来ませんように。よし。よしじゃない。いやー、なんか変なの来た、マジか。いやー、これへこむわ。これは勾玉使うしかないでしょ。よし。で、5分の2。これきついな。こういうゲームか。で、再び、爆竹もらって、あとに取る。何を取る？なんだ？何かを取った。神妙な女の面。能面か。なぜか回廊のあちこちに散らばっている能面。着用すると視界が悪くなり、スタミナ回復速度が大きく低下する。この能面はゾーナという面で、その神妙な表情は神や仏の層を表していると言われる。とても息苦しいので、わざわざ着用する必要もないだろう。マゾアイテム。縛りプレイかな？いやー、しかし何？残り。また変化したのか。どうだっけ？変化したのかどうなのか。あ、でも一応灯ってんな。再び何これ探しに行くの？行くしかないもんな。さっきのあいつね、爆走車。あいつはエグかった。で、これ開けてある。あ、ですね。あ、これ一緒か。さっきと。ただ途中で崩壊したところ、あそこあったはず。あとまだ行ってないところ。これは開けてない。あ、ですね。よし。こっちまだ行ってない。爆竹かなとなると、うまく使うべきは。こっちも怖え。よし、そこになんかある。あったらあれだ。青いやつだ。ゴミアイテム。これあんまり使わなくね？で、さらに、電灯を取って、他ないもんね。チンタラしてるとまずい。明かり灯して。まあでも適度に怖いね。よし。で、鍵。あ、まずいな。これ待ってね。これどうしようかな。爆竹。これをさっと投げて、で、開閉して、逃げる。よし。で、あっちに行くはず。どうかな？あ、近いな。こっちこっちこっち。よし。今のうちに爆走。何？ワープしてない？閉める。よし。で、動かない。なんでこれ見つかったの今の。あ、そこにいた。今のあれダメなんだ。あ、そう。つまり動いてなくてももう一定範囲内にいたらダメなんだ。マジか。これきついな。あっという間に、残り1個。ほぼほぼ振り出し。まあでも敵の仕様をちゃんと理解しないとね。これわからんもんな。必要な死だわ。これについては。となったらまあ基本爆走なのか。さっきのな、部屋の奥の方あれダメだったかな。奥の方でないと。あと爆竹ね。多分ワープしたと思う。あいつ。もしくは複数体いたか。じゃないと説明ができない。で、これはもう、よし、開けたね。そう、こっちね。これね、思ったよりむずいわ。なんか、ある種の理不尽系なムズさがある。よし。さあ、ここでさらにこけしがあって、これもしかしてこのパート2クリアできないかもしれない。今回ではね。一旦、よし、手鏡、これでけえ。これマジででけえ。一旦詩を覚えてっていう感じかな。で、葉っぱ。これがですね、何？赤色した何かの葉っぱ。一定時間ごとに体力が回復する。噛み続けているとほのかな鉄臭さと、磯の香りが口いっぱいに広がる。鉄臭さ。なんか若干怪しいな。よし。で、再びこの石取って。石多いんだけど、これあんまりありがたくないんだな。で、こっちか。ここら辺ね。さっき死んだのここら辺だったっけ？で、崩壊してる。で、爆竹もらい。これだってもう死んだら、あれか、コンティニュー1回できるか。1回できるけどっていう。他にアイテム。これは一緒ね。ですね。重複してる。これ死んでコンティニューしてクリアできなかったら本当にへこむわ。あ、で、ここに隠れていける。よし。つまり、ここにですね、これを置こう。こういう感じに。よし。で、そこにあれがある。マガタマ。OK です。さあ、鍵を使って、開閉し、よし。さあ、2個目。で、そっちもこれ鍵か。これ待ってね、巻いとこう。ひたすらに。よし。ひたすら巻く。よしよし。で、さらに鍵。いいよ。あと普通のなんかダッシュしてくる女の人ね。あれ、またいるのかな？もしかして。で、ここも巻いといて。こっちはちょっと広いんだな。押して、ここもカゴ。これがある。これを巻いとこう。こういう感じ。バーッといってあそこに隠れよう。なんかあったら。よし。で、さらに鍵。ということは、あれ？あー、で、さらに鍵。マジか。いやー、これ痛えな。外れドア。ここなんだこれ。この直線である。んで、開いてる。あ、これもしかして前、いや、前来てないよね。来たら灯ってるはず。そう。で、さらにコンパスあんの。コンパスって何？重複するのこれ。割となんか緩いな。で、鍵。あ、あとね、正面にあいついるわ。あんね、刀振ってる。あ、まずい。これまずいな。そっち。こっち。いやー。死ぬわけにいかん。刀じゃないか、あれ。鈴か。ただ、もう来ませんね。そっちいんのか。どう？あそこにいられるとマジで困る。近いんだけど大丈夫。あ、まずいな。割と近い。あえて、まあ、そっち行かない方がいいか、じゃあ。となると。よし。まず、鍵が欲しい。できれば。なるだけ多く鍵が欲しい。ここなのか。なんでここにねえんだよ。ここにあるべきだろう。何にもねえ。残り3つ。そっちはこれないか。何もない。あ、ですね。まあ、となったら行くしかないんだよな、そっち。じわりと行くか。で、なんかあったら即座にミラーマンする。今そっちなんか光った。ここに何かござらんか。ないね。なんもね。一応開けとこう。これさっきのとこか。あ、ですね。で、そこにいたんだ、あいつ。いやー、この恐怖ね、エイリアンアイソレーション。あの作品を思い出す。あれはね、めっちゃよくできてた。ぜひともまたやりたい。いつかそのうち。あ、で、ここ。こっちも結構広がりがある。まずい。ミラー。ああ、危ない危ない危ない。走ってた。ああ、さらに。これミラーじゃない、もう。これミラー案件じゃない。まずいな。ああ。これ怖え。どうなる？ダブルだ。これまずいと思うんだよな、多分。セーフ？いや。そこの、あれは開けたのか。となるともうゴミ？すげえ近くにいるんだよな。いや、行ったのか。意外とこれセーフか。あ、そう。ちょ待ってね。意外とセーフ。今のすごい意外だった。で、アイテム。これいいや。爆走マンな、ほんと嫌い、あいつ。能面どこ行った？こっちね。ここ前も行って死んだ。あれ、一周してきた。あれ、あ、ですね。一周してきた。あ、そう。これすみません。よくわかんなかった。一周してきた。いや、これ迷うわ。マップが一番欲しい。あ、で、ここにあれがある。よし。で、さらに、鍵ないか。あ、なんか、ないんだな。で、懐中電灯と、よし、これ取って、で、ここも隠れていける。置いとく。よしと。もう一個ぐらい取って終わりにしよう。今宵は。で、同盟あるし、いらねえんだよ。まずアイテム。あ、これどうだ？多分なんかある。あ、鏡。え、もう持ってないとかあんのこれ。爆竹。待ってね。じゃあ、これ一旦、鏡はこれマジで強アイテム。なので、一旦置いとこう。あとこれ忘れそうだな。大丈夫かな。あ、いやー、またこれだよ。そう。後継者あるし。保存中よし。あれで、さらに、あ、あいついた。待って、これまずいだろ。はい。これは勝ったよね、さすがに。いやー、この作品難しいな。部屋の構成まず覚えないと。通路の構成というか。なんで方向音痴な方は多分これクリアできないと思います。マジで。近いな。あ、ですよね。ただ、バレないはず、絶対。よしよし。で、そっちか。あっち行った。あと、奥に何かいたな、今。爆走やろうかな。さあ、どうね。すいません。今回時間の切れがちょうどいいんで、一旦これで終わりにして、で、次回ですね、クリアを目指して先に進んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと、Twitter のフォローしてくださると嬉しいです。どうね。また次回シャドウコリドーでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。